にちは、フラメンコギタリスト池川俊和です。今回はフラメンコギターの音を小さく鳴らす方法についてお話ししたいと思います。さあ、我々フラメンコギター弾きにとって一番の問題は騒音です。家族やご近所さんに気を使いながら家でこそこそと弾いてみたものの、やはりうるさいとか、やかましい、何時だと思ってんのと言われたりとか思われたりとか、それは分かりませんが、なかなかね、音がね、ちょっとうるさくて、ちょっと自分自身も、ね、気持ちよく弾けないというのがね、結構フラメンコギターあるあるかと思います。ではそんな中、いろんなグッズというのがあるんですね。こんな感じで消音器と呼ばれるものもね、売ったりするんですが、まあまあお金もかかってしまいますし、買おうかどうか迷っているという方もね、いらっしゃると思うし、まあ今回初めて知ったという方もいらっしゃるかもしれません。そこでですね、僕のおすすめというのがね、あるんですね。それをちょっと今回紹介したいと思います。0円でできるフラメンコギターの消音方法です。それは、こちらです。はい。ティッシュです。はい。もうほぼほぼお金はかかっておりません。もうむしろ0円ですね。はい。ティッシュをですね、こういうふうに、まあ1枚よりは2枚ぐらいがいいかな。こんなふうにちょっと重ねましてですね、じゃあ大きく半分に折って、で、さらに半分に折って、で、さらにこう半分。はい、こんなもんですね。はい。はい、これ、何かの形に見えませんかね。はい。ダダ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 ン、ダ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 ン。はい、ということで、そうなんです。このギターの、この弦のところにこのティッシュを挟むことで、一気に音をね、小さくすることができるんですね。じゃあ、ちょっと、試しに、普通にちょっと弾いてみますね。こんな、これぐらいの音です。でしょうか。まあ今ねちょっと午前中なのでね、そんな周りを気にせずに弾いているんですけど、これが夜帰ってきて夜10時とか11時とかになると、さすがにね、家族に気を使ったりとか近所にご近所さんに気を使ったりすると思うので、じゃあそこで登場するのがこのティッシュですね。これをですね、このギターのこのホールら辺からこうピピピピピッと下ろして、はい、ちょうどここに挟みます。はい、それでじゃあさっきと同じぐらいの強さで弾いてみますね。いかがでしょうか。ぐーっと音が小さくなったのが分かりますでしょうか。今はねティッシュ2枚だけなので、まあこれぐらいです。でもう少し増やすとね、さらに音が小さくなります。ちょっとやってみましょうか。じゃあティッシュを、もう1枚足してみましょうか。じゃあさっきの2ちょっと足す感じで、よいしょよいしょね、厚さがあればあるほど音がミュートされていきます。でさらに半分によってこんな感じで小さくしてみました。どうしたね。はい、3枚重ね。だいぶ小さくなりましたね。外してみると、はい、つけてみると、さあいかがでしょうか。ぐっと音が小さくなったかと思います。これね、例えば単音で弾いても、これぐらいまで音がミュートすることができます。なので音程もわかるので、結構自分が弾いてる音もね、もっとミュートするという技もあります。はい、ね、今のでも十分小さくなってるんだけど、じゃあこれが仮に夜の12時を超え1時2時、なんかギターを弾きたいなと思った時に、じゃあこれを使ってみてください。はい、このティッシュをですね、場所を変えます。今ここにあったのをグググググッとこのホールよりもさらに左側のここです。ここにグッと挟み込みます。すると今度はこんな感じで音が鳴ります。鳴るというか、もう音程は変わらないので、本当指鳴らしみたいな感じです ね。ラスギアでするとこんな感じ。もう低い音はもう全部カットされて、本当上のコロ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 っていう感じです ね。もう一回やってみると、こっちにやると、はい、いかがでしょうか。こんな感じで音をミュートすることができます。まあ何も
まあ、これだとね、音が鳴らないので、音の確認はできないんですが、まあ、指鳴らしだったりとかね、そういうのはできると思いますので、あ、こういうことが、あ、こういうのができるんだというね、参考にしていただければと思います。まあ、そもそも夜中にギターを弾かない方がいいというのが一番の解決策かもしれませんね。というわけで、今回はフラメンコギターの消音についてお話しいたしました。少しでも参考になったな、役に立ったなと思われましたら、ぜひ高評価、チャンネル登録お願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。あれー